はい、というわけでボイクションさん提供の声優の三石琴乃さんのストップインボイスから始まりましたインボイスレディオ、ストップインボイスの阿部でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まやさん早速入りいただけているようで、はい、皆さんこんばんは、声優の岡本まやです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最初にこれを読ませてください。私たちの団体の正式名称はインボイス制度を考えるフリーランスの会と申します。ストップインボイスの合言葉のもと、インボイスに関するさまざまな情報を発信しています。水曜日夜、久々に水曜夜に帰ってきました9時からインボイスの問題点を深掘りするインボイスレディオ、本日もよろしくお願いします。お願いします、はい、というところで早速なんですけど、まず昨日行われた、柳沢議員もいらっしゃってますが、昨日行われた品川区議会のお話を少しできればなと思ったんですけども、すごかったですね。ちょっと残念ながら不採択ということになってしまったんですけど、本会議が昨日ありまして、こちらはあれですよね、安倍さんも随分こう奔走されていらっしゃいましたよね、品川区の。そうですね、奔走しました。それこそ本当に柳沢議員と一緒にどうすれば採択に持ち込めるかっていうのを日々相談して、請願の、区民からの署名として文貞香さんが、映像クリエイターの文貞香さんが署名してくださって、でみんなでどうしようと、ね、文さんも本当にすごく頑張ってらっしゃいましたもんね、はい、そうですね、僕以上にいろんな会派の方々にお会いしたりして説得を試みていたんですけども、残念、病院の、ね、時間までなんかこうなしにしたりとかして、そうですね、暑い中、ね、なんか腹っぱで横になって熱中症大丈夫かしらと思いながらツイッター見てたんですけど、品川区役所のちょっと歩いたところに大きな原っぱというか公園というか芝生の綺麗な広場があるんですよ、今思うとですね、僕ら、品川区議会に1年以上前にもういろいろ陳情とかに行ってて、で公明党の議員さんとかにお会いして、激陳して、でみんなでその原っぱでお昼ご飯を食べたなって思いました。そう、じゃあ、いわくありの原っぱだなわけですね。いわくというか、だからでも、その頃は本当に僕と小泉さんと、あともう一人のストップインボイスのメンバー3人で行ってたんですけど、でも、あれから1年ちょっと経ったら、文貞香さんのような人が現れたり、もちろんその味方してくれる柳沢議員が登場したりと、もう確実にこうな、あの1年前から比べると随分前進したななんて僕は思って、品川区長に思う向きました。本当ですね。それは本当に大きな違いですよね。はい。はい。そう思います。で、一番やっぱすごかったのは傍聴席がですね、あそこ定員77名なんですけども、ほぼ満席で、多分わかんないですけど、僕の隣が一席空いてたけど、多分70人以上いたんじゃないですかね、あそこの議事、傍聴席には。もうほぼ満席と言ってもいい感じです、ね。あ、もういいと思います。で、これツイッターでも投稿したんですけども、ですね、普段品川区議会を傍聴している方とちょうどお話しすることができまして、そしたらですね、こう、結構野次、その、野党からの反対、だから請願書を通すための賛成討論の時とかは、与党からこうやじが飛んだりとか、なんか普段はそういうことがあるらしいんですよ。その賛成討論とかしてる時とかに、なんかそういうやじが飛ぶってことですね。そうですね、なんかこう茶化したりするような。それはでも昨日はそれが一切なかったと。やっぱり市民の目っていうのは大事ってことですよね。いや大事ですよね、で大事だし、やっぱその討論に立つ議員の多分背中を押すことができたんじゃないかななんていうふうには思ってますけども、いやちょっと本当胸が熱くなりましたね、その切り取ったところしか、私ちょっと仕事で、オンタイムで見れなかったんですけど、文さんとかがねぐるぐる回してくださってたやつでも、もうみんなの拍手とか、やっぱ圧っていうか、たくさん人が集まって、なんか理想の形だなと思って、そうですね、柳沢議員も、熱くこう自分の言葉で語ろうとされていたとか、そういうこともとても大きいと思うんですよ、私たち特に何ていうの、人が変わっても同じ文面をずっとぐるぐる聞かされてるじゃないですか。国会答弁ってつまんないですよね、本当に。あれも飽き飽きしてるので、やっぱりちゃんと自分の言葉で語ろうとしてくれるっていうのは、
ありがたい。もちろん原稿を読んでいいんですよ。読んでもいいけれども、やっぱりそこに魂がこもってるかどうかっていうのが、うんうん、すごく重要だなって思いました。うん、そうですね、うん。で、あとですね、もう一個その聞いた話だと、先ほどまやさんもこう拍手が起こってっておっしゃってましたけど、うん、あのですね、ルールとしては拍手ってしちゃいけないんですよ。うんうんうん、で、あの時僕らもストップインボイスのメンバーで、なんか拍手してるけど大丈夫なんかねみたいな話をしてたんですけど、うん、あのやっぱりその普段傍聴してる人に聞くと、うん、普通は議長から静止が、うん、やめてくださいってこう注意が入るらしいんですよ。うんうんうん、で それでも拍手とかしてると、うん、それこそ退場させられたりとかするんですけど、それが、まあ、この昨日は全然なかったというか、もう、まあ、あれ、あの拍手は止められないですよね。いや、だって、それ止めるんだったら、そのやじ、汚いやじとか、そういう方を止めてほしいと思うし、やっぱさすがに退場しなさいって言って、70人以上を退場させるのは難しいと思ったのか、やっぱりちょっと汚されたのかもしれないですね、その市民の目っていうもの、うんうん、もちろんルール違反っていうのは良くないけれども、うん、思わず沸き起こってしまう拍手というのはもう仕方ないことだし、うんうん、まあ、だから反対にヤジが飛んでね、それはだって意見はいろいろですから、賛成しかねることもあるかもしれないけれども、ヤジだったら止めてもいいと思うけど、うん、拍手っていうのはもう自然に湧き上がるものだから、まあ、そこはよしにしてほしいなとは思いますけどね。うん、そうですね。でやっぱりああやって、市民の人たちが集まると議会も熱くなるんだなっていう、変わるんだろうなっていうのがなんかすごく垣間見れた会だったんですけど、なんかせっかくなら柳沢議員ちょっと一言、そうですよね、あれですか、なんか抱負じゃない、今後の昨日の感想と今後のなんかこう目標みたいなのがもしあれば、 ね、できればその傍聴席からではなく、議員さんの側、当事者の立場というか、まあ、発言していただいた目からどんな風にそれが映ったのか教えていただけたらなと。はい、はい、今スピーカー申請してみているんですが、もしかして移動中とかだと難しいかもしれないですね。まあそうですね、うん、まあもし聞けたらありがたいなっていう、はいはい、なお話できるタイミングで、うん、あのリクエストいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ちょうど入ってたかな。あ、お話できますか、こんばんは、柳沢委員。あ、どうでしょうか、柳沢議員、今ねマイクオフになってますよ。難しいかな。でもスピーカーに登ってくださったということは、はい、せっかくなんでちょっとこの時間利用して、ちょっとまた請願とか意見書ってなんだろうってとこを おさらいしたいんですけども、はい、はいはい、請願というのは国民に認められた憲法上、あ、柳沢議員が消えた、怒っちゃったみたい怒っちゃいましたね、はい、国民に認められた憲法上の権利の一つで、国または地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることを言い、その手続き等は請願法によります、うん、というところで、まあ、あの今回は、文定さんが署名して紹介議員として柳沢議員が、うん、請願書として議会に提出してくださったと、うんうんうん、でそれが、よいしょ、それが昨日議会にかけられたんですが、残念ながら不採択となってしまったというところなんですけど、どうでしょう、柳沢議員、お話できますでしょうか。なんかやはり電波じゃない、こういうのなんて言うんだろう、何かの調子が悪いのかな。そうですね何かが悪そうですね。 Android ですかね。 Android だとなんかあとマイクの設定みたいのでが必要だったりします。どう設定すればいいんですか。僕もね、Android じゃないのであんま詳しくはわからないんですけども、何か設定の画面に行って いじらなきゃいけないのかな。そうですね、おそらく Twitter のマイクの許可をするみたいな、多分そういうボタンがあるのかな、うんうん、まあ、もしあのタイミングどこでもよろしいので。あ、わかった、これかな、これで、ね、さっきから今日ね、全員のミュートが解除されましたっていうのが出たり何度もついてたんですけど、なんか押してた、はい、今ちょっと今押してて、今解除してみたんですけど、これ関係ないかな。あ、こんばんは。ああこんばんは。あ、どうも、大丈夫、今聞こえますかね。あ、聞こえてます
あ、どうも、昨日はお疲れ様でした。すいません、あの、お疲れ様でした。お疲れ、すいません、いろいろ電話がつながんなく、昨日ご挨拶したかったんですけども。あ、いえいえ、こちらこそ、はい、すいません、あの、変な時間に電話してしまいまして。いえ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 、昨日は本当お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。もう、すいません、あの、賛成討論も、ちょっとあの、先ほど、あの、岡本さんがお話しした通りですね、あの、魂を込めて、喋ろうと思いまして、うん。で、あの、態度が保留にされている議員が何名かいて、あの、その方たちが賛成に転じてくれれば、あの、採択される可能性があるっていう状況だと思ってたんですね。はい。で、なので、そういった方たちを振り向かせるには、私が、まあ、それこそこう、魂の入った討論をして、で、こう、会場を盛り上げて、こう、雰囲気で引き込もうと思ったんです。はいはい、はい、はい。で、新人で、初めてああいう舞台に立つっていうのに、原稿を見ずにですね、練習してきて、やろうとしたら、ちょっと途中で飛んだっていう、セリフを。セリフ。いや、でも、やっぱりあれは、僕らも思ってたんですけど、やっぱ原稿を見ずにちゃんと、向き合って話しているっていうのはすごく伝わってきて、とても良かったと思います。ありがとうございます。まあ、文さんが、撮影していただいたのが、ツイッターに上がってますけれども、はい。そうですね。ちょっとあれだと分かりにくいですけど、実際は、はい、原稿を見ずにずっと喋ってるっていう、他の議員の方からはすごい、驚かれました。うん、あ、そうなんですか。ね、初めてですもんね、それに。そうなんですね。だから、まあ、ちょっと最後の方はね、ちょっとこう、緊張もほぐれてきまして、まあ、結構こう、うまく喋れたんですけど、前半が少しですね。ミスってしまいまして、だから、いろんな意味でちょっと、うまくできなかったなっていう、すごい反省をしております。いや、今、なんか、リアクションで100点、100点とかも出してくださってますよ、皆さん。ありがとうございます。皆さん、お優しい。実際、その傍聴席、いっぱいいたじゃないですか、傍聴に。そうです。もう本当にありがたかったです、もう、たくさん。はい。やっぱり、違うものなんですか、議員さんから見ると。まあ、正直言うと、私も初めての、まあ、本会議、6月の本会議が初めてなので、普段がどういう感じなのかっていうのはそこまで正直知らないんですけれども、うん、やっぱり他の、ベテランの議員さんとかは、珍しいね、こんな人いてねって言って、なんかまあ、噂は聞いてたみたいで、なんか今日いろんな人が来てるみたいね、みたいないう話は、はい、してて、やはり、そういう市民の目というかいろんな方が来てるということで、先ほどもちょっとあった、その、議員の中でのヤジみたいなのも、なんかほぼなかったみたいですし、うん、うん。まあ、そういう拍手とかもね、強要されたりとかっていうことで、うん、非常に、まあ、いい議会になったんだと思います、うん。絶対違うと思うんですよ。普段自分たちだけと、まあ、常連さんみたいな傍聴席にちょっといるぐらいなのと、バンと70人以上の人が集まって見られてるっていうのだけでも絶対違うと思うんですよね。気が引き締まるというか、議員さんたちのね、うんうん、お疲れ様。はい、柳沢議員、今後あ落ちちゃった。なんか私がなんかお尻でドーンと落としたみたいな感じですか、ね。いや大丈夫だと思います。じゃあどうしましょうか。ちょっとまた入っていただいたら、うん、今後のちょっと予定なんか聞きつつで。うんうん、で、早速、本日のテーマに移ってしまいましょうか。はい、本日のテーマは、自民党議員が紹介議員となった請願の行方ということでございます。すごい。はい、そんなことがあったんです、ね。というところで、丸さん、お話しいただけますでしょうか。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。丸さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず最初に簡単に自己紹介とかいただけますか。はい。茨城県のつくばみらい市という、つくばエクスプレスという電車が18年ぐらい前に通って、ようやくなんとなく都会につながった場所の地域なんですけど、そこで、電車が通ったので、そちらに引っ越して、フリーランスで仕事をしています。ああ、なるほど。
かわいい、なんか電車が通ったのでそちらに引っ越してってなんかちょっとかわいらしいですねいや、あの親が残してくれた家があったんで家賃かかんないしと思って帰りましたあ、じゃあ電車が通ってよかったです、はい、結構都心まで結構短い時間で行ける電車ですよね。あれ、あの距離はあるんですけどぶっ飛ばしますんでね、電車がねそうですよね。秋葉原まで40分です。ああ、そうですね。僕結構あれなんですよ、製造業関係の取材とかもよく行くので、はい、あの結構あっちの方ってあるじゃないですか、つくばの方とか、はい、なのでたまにちょっと変わった街ですよね、このつくばエクスプレスの茨城に入った感じはちょっと他にはあんまりなさそうな、あ、都心の近くに行って意味ですよ、にはこういう街はそうそうないから面白いなとは思って生活はしています。なるほど。あの、すみません、今柳沢議員は入られたんで最後、はいはい、あの今後の予定みたいなのを伺って、はい、そこでまた話に戻りたいと思います。はい、はい、どうでしょう、柳沢議員。あ、もしもし、あ、聞こえた。あ、すいません、何度も消えてしまいまして、はい、っていうか、すいません。いえいえ、はい、いえいえ、あの、最後、今後のこう目標といいますか、今後の予定といいますか、今後、西岸、品川区ではどうなっていくかみたいなことを伺ってもよろしいでしょうか。そうですね、品川区は、あの、基本的に議会が遅いんですね。で、はい、次、9月に地方議会始まるんですけれども、その、なんですかね。おそらくその採択の期がもう10月になっちゃうみたいなんですよ。はい。はい。なので、どういう動きをしようかって私もちょっと考えてて、もちろん請願は、また、まあ、内容をね、少し修正したりとか根回しをしっかりして、改めて、まあ、他の賛同者が増えるような形で出したいと思ってるんですね。うん。ただその、10月になってしまっていて、まあ、そこで、まあ、ある意味、ある種、こう、一つの結論というか、そこでの段階での、出てるっていう時になってしまうので、まあ、でも、とはいえ、動きは、まあ、した方がいいのかなと思うんですけど、だから、ひとまずは、でも、この7月、8月は、まあ、品川区というよりは全体の動きとして、まあ、デモをやったりとか、そういう活動をしていきたいな、っていうふうには思ってはいます。どうでしょう、はい、この辺、むしろこう、いろいろ何か企画とかあったりすれば、私も参加したりとか発信したいんですけれども。そうですね。企画はいろいろと練っております。また、いろんな爆弾といいますか、花火を用意しております。いいですね。はい。その辺はぜひと共有していけたらと思います。はい、あとですね、今日の実は、お呼びしたりマウルさんのそのつくば未来史のお話なんですけども、はい、ちょっと先に言ってしまうと、そこ自民党の議員から請願が出されたんですが、でそこのつくば未来史は不採択に一度なってるんですが、そこの議員さんはまだまだ大丈夫、秘策があると言っておりまして、ちょっと今日その今後そのつくば未来史はどんな秘策で動いていくのかっていうのを探っていけたらと思うので、もしよければこの後聞いていただけると僕も知らないので、その秘策がどんなものか、はい、きっとあの品川でもヒントになるんじゃないかとは思います。はい、 ありがとうございますいいですね、こうやってみんなでいろんな区とかいろんな市とか県とかが、ね、協力してやっていけるって。はい、うん、はい、なのであの引き続きまたちょっと情報交換しながら、はい、いろいろと、ストップインボイスに向けて活動できればと思いますので、はい。はい。どうぞ引き続きよろしくお願いします。お願いします。皆さんもお力をお貸しいただければと思いますので、これからも一緒にお願いします。はい。はい、今日突然お呼びしました。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。というところで、丸さん、はい、すいません。ちょっと中断しちゃいまして。はい。で、つくば、家が引っ越して、つくば未来市に引っ越しましたと。はい、で、実際、丸さんのお仕事関係とか、インボイスとか、どんな感じなんでしょうか。関係している会社からは、登録しますか、しませんか、あとは、なんだっけ、検討中ですかっていう3択のお手紙がいっぱい来てます。で最初それが来始めた頃に、いやこのまんまほったらかしはいけないなって思ってたんですけど、なので返事は
検討中ですっていう返事にして何もしてないっていう感じ。で、今はその返事を出したところから小さいところは直接電話がかかってきたりするんですよ。どうなりましたか、10月どうしますかみたいなのがあって、うん、そういうところは小さいところですよ。大きい会社じゃなくて小さいところには、インボイスに登録する気はないんですけど、そうすると仕事難しいですかねって聞くと、大概、いや、関係ないですよって言ってはくれてます、今のところ。まあ、どこまで信用できるかですね。私も、大きいとこなんですけど、同じようなのが来ていて、で、問い合わせたんですね。はい、ということは、その免税のままだったら、まあ、私に限らず、免税のままだと、今までの何十年とかのお付き合いはもうなしという感じになるんですかねっていうような問い合わせをしたら、はい、そんなことはないです。みたいなお返事は来ました。来ました。はい、たので、じゃあそれを信じるとして、返事はいついつまでっていうのはそのままバックれました。返してないです。だってじゃあ関係ないじゃんと。そうなんです。そうなんですよ。あとだから結構僕のところだとなんかやっぱりみんな様子見の人たちも、様子見っていうのはその企業もとっても様子見をしてそうな。うんうん、なんかもうまだ判断を決めかねてるみたいなところも意外と多そうだな。それはすごい感じます。うん、その郵便が来始めた、郵便とかメールが来始めたのって、ここ本当、1、2ヶ月ですもん、バタバタっと来たの。あ、はいはい、そうですね。ということは、僕のとこ様子見てるの、大きいところの動きを見てからにしようかなと思ってるのかなっていう感じ、うん、で、いくつかのやっぱり編集者に聞くと、うん、いやー、出版の人はみんな様子見でしょう、自分たちもよく分かってないみたいですよって言ってました。うんうんうん、だってそんな簡単なことじゃないですもんね。登録するってことは課税事業者になって納税義務が発生するので、調べてちょっとそんな簡単に決められない人と、あとやっぱ全く意味が分かってない方といろいろあるでしょうけどね、きっと。なんか今回ちょっとこう動いてみようかなって思ったのは、まあ、皆さんたちの活動を見てて、それが最後の一押しっていう感じですかね、なったんですけど、ちょっと知り合い、地元の知り合いの方とかで、個人事業主結構やっぱいるんですよ、一人でやってる人たちっていうのが。そこで話をしていたら、こう、旦那さんが建築関係のお仕事をしていて、で、インボイスが何かもわからないまんま、登録してる人、旦那が登録したんだけど私も登録しなきゃいけないの、これは一体何なんですかって聞かれることがちょっと増えたんですよ、うん、あっと思って。で、旦那さんは今までの申告ってどうやってやってたのって言ったら、個人でやっぱり一人で自分でやってた、青色で、うんうんうん、あ、白か、白でやってたんですって。まだ仕事始めたばっかりなので白でやってるので、うん、その消費税の計算とかインボイスのになるとすごい大変かもしれないっていうこともまるでわからないで、上から言われたから登録してるって言ってたので、うん、多分は2月3月にパニックになるだろうなと思って、うんうん、で聞くと、なんかその建築関係の旦那さんのお友達たちなんで、みんな建築関係の人の話を聞くと、大概こう一人でやってらっしゃる方、そうやって上から言われて、上の取引のある会社から言われて、登録はしたけど、これは何なのっていう人が意外と多かったので、え、やっぱそう、登録している人たちは意外と分からない人で、登録をしてない人たちの方がよく分かってるのかなっていうのを、なるほど。感じてました。なるほど。結構今だから3月になって、結局、無申告が一回ちょっと問題視っていうか、多分そういう人増えるんじゃないかと思います。うん、納税義務が発生してること気づかず登録してる人が結構いるので。うんうんうん、そうですね。こういう、うん。ただ番号をもらって渡せばいいと思ってる人はいっぱいいると思いますね。はい。そこで、つくば未来市では、請願書を出された。そうです。それはどうして出そうと思ったの？本当にネットで見てて、最初ボイクションさんをずっと見てたんですけど、そうすると繋がるじゃないですか、たくさんの行動が、活動が、はい、で繋がっていくのを見て、こういうやり方があるんだっ
すごい変な言い方ですけど、請願ってしたこともないし考えたこともなかったので、うん、皆さんたちが請願を出しているって聞いたんで、あ、じゃあ私も出そう。単純に本当にそんな感じで。だから、本当に、あ、何にもしないで、じっとしてても、うん、なんか嫌じゃないですか。こんなに、そうですね、みんながこんなに頑張って、で、勉強っていうか一生懸命知ろうとすれば知るほど、なんでしょう、壺にはまるというか、え、なんでっていう疑問ばっかり、なんでこういうことがまかり通るようになっちゃうの、え、なんでなんでって、私たちは個人事業主でネットで見てると、例えばまやさんの見てるとすごい叩かれたりしてるじゃないですか。あ、最近ありました、はい、で、すごい丁寧に対応してらっしゃるのがすごいな、偉いなと思っ て、ああいうの見て、ああいうのもちらほらあった時に、うん、なんかこう、私たち個人事業主がインボイスって何って疑問を一言言っただけで、うん、まるで税金何も払ってないみたいな言い方をされるのが、うんうん、え、ちょっと待って、って、あとあなたたちが払ってる払ってる、私たちだって払ってるんだからって言ってる消費税って、え、買い物するときの話と思って、うん、そんな、うん、私だって買い物するとき払ってるよっていうのが。そうですよね。だから私もね、個人のことはどうでもいいんですけど、我慢できるんで、はい、でもそういうのが嫌だったんですよ。みんな、そういう免税事業者とか。お猫ババとか仕組みを知らないか、知っててもあえてこう駅ゼロに持ってこうとか、ね、うん、そこは嫌だなって思ってました。で、なんかそれを見ていて、うん、あ、なんかこう少しでもちょっとちょっとだけでもインボイスってなんだろうって調べたら疑問が出てきて、その疑問に対する答えをしてくれるんじゃなくて、分かってない人が分かってないままに叩くっていう構造を見てたら、うん、え、なんか理不尽だわと思って。だったら楽しいし、かっこいい。だったらでもそれで言って、こうツイッターでね、皆さんみたいにこう参戦するっていう、逆に勇気はなく本名も出さず、でもだったら、ちゃんと私っていうか、みんなにですけども、認められた権利を行使して、うん、きちんと公的なものに残す活動をした方がいいかなと思ったんですよ。こういう、こう、いわゆるツイッターって昔の言い方だと便所の落書きじゃないですか。はいはい。どうせ落書きするなら、うん、私はこういうことやったもんって言ってから落書きしようと思ったんです。いや、みんなやってるからですよ。皆さんがやってるから、私が今参戦しても、私のつくば未来市では、請願が出されていなかったので、インボイスに関わるものは。だったら、なんか言えないなと思って、消化議員が必要とかも知らなかったんで、最初。あ、そうですね。今ちょっとおさらいすると、まあ、もう一度、復唱になっちゃいますけども、請願とは国民に認められた憲法上の権利の一つで、うん、国または地方公共団体の機関に対して意見や希望を述べることができると。うん、で、陳情書っていうのは、同じような性格なんですけども、紹介議員はいらないんですよね。うん、で、その代わり、あんまりこう議会で取り扱われないで、そのまま資料として扱われることが大半だと。うん、で、それをちゃんと議会に載せるためには、紹介議員というのが必要で、うん、そこの地方議会に所属している議員さん、に紹介議員となってもらって提出する必要があるというところですね。で、丸さんはその紹介議員になるがいるとか知らない中、どうされたんですか？まずはこうホームページ見たんですよ。自分の市のつくば未来市のホームページを見たら、請願書のひな形って書いてあるんですけど、それダウンロードして作って、うん、その後電話をしたんですよ、事務局に。公開、こうやってホームページに書いてあったんで、こうやって作ってみたんですけど、紹介議員って書いてある、これは何ですかって聞いたんです。本当に知らなかったんで。そしたら、はい、現役の市議さんに、こう、同意をしてもらって、ハンコをしてもらわなきゃダメだよと、実質でって言われて、うん、あ、そうなんですか、それはどうやってって言ったら、自分で探してくださいって言われて。まあ、そりゃそうだよねって思ったんですけど。で、まあ、ね、ツイッターとか見てると、
っていうか、まあ、全体的に反対している党と賛成している党が、インボイスを導入に賛成の党と反対の党は知ってるじゃないですか。はい。で、市議の、市議、うちの市議会の名簿がホームページにあったんで、それを見たんですよ。まあ、共産党の方は、絶対に賛成してくれるなっていうのは、当たり前なので分かっていたんですけど、うん、あの、先ほど言ったように、最近電車が通った、すごく不思議な街なので、最近ってもう20年前の最近って言っていいのか分かんないあの、東京まで、電車がない前は、常磐道の茨城に入って1個目の高速道路の出口なんですけど、1時間かかるかかからないかぐらい、混んでても1時間ちょ、2時間、1時間半はかからない東京の真ん中あたりに行くのにっていう場所だったんですけど、あの、びっくりするほど田舎なんです。もう田んぼしかないっていうぐらいのとこなんですけど、そこに駅ができて、新しい街ができたので、ものすごく綺麗に分かれてるんですよ。都会に働きに行く人と地元に。で、田んぼやってる人。はい。本当に綺麗に分かれていて。で、あの、議員さんは、昔の人たちが多い。うんうんうん。昔からそもそも都心にいる。なんか、はい、あの、それをなんとなく、こう、選挙の時に、分かっていたんですよ。あの、方言があるので、私は方言が使えない。ここで生まれと育ってないので、使えないので、あの、立ち会い演説聞いてても、ちょっと分かんない時があったりとか、うんうん、なんて言ったんだろうっていうのがあったりとかしていたので、あ、半数以上が、もともとここにいる人たちなんだろうなって思っていて、きっとこの人たちは、まあ、賛成の会派の人なんだろうなと。じゃあ、そうじゃない、新しい人がいいな、と思ったんですよ。ただ、あの、会派主義を取ってないんで、取ってないってことも今回知ったんですけど、名簿に、党がどこにも書いてないんですよ。うんうんうん。いや、困ったな、なんかこう、自民公明は、インボイス推進だと思うじゃないですか。だから、それ以外の党から攻めようと思ったんですけど、書いてないので、まあ、そうしたら、どうしようかな、全員にメールしようかなって最初思ったんですよ。メールアドレス書いてあったから。はい。でも、はい、メールって絶対テンプレの返事しか来ないじゃないですか。まあ、そうですね。うん、はい、そう。あとは、案外こう読むのに時間かかったり、全然読まれなかったり、返信来なかったり。で、しかも始めたのが、あの、5月のゴールデンウィーク明けだったんで。動こうって本気で動き始めたのが、だったので、電話をしよう。と思ったんです。上からずっと、で、見てたら、あの、当選回数の若い順から並んでたんで、うん、新しい人たち、当選回数が1回とか2回の人たちは、きっと新しい順人だっていうふうに勝手に思って、うん、で、上から電話して、一番上の人は、立民の人だったんですけど、ちょっと自分では、今日、紹介議員になるかどうかの判断がうまくできないって言われて、ただ、あの、インボイスには反対の立場ですと、うん。反対の立場なんだけど、紹介議員ではなってくれなかったんです。うん、なんかあるのかなって思って、でもまあまあいいや、まだ一人目だし。うん、で、二人目、いやもう次行こう、次って言って、二人目が今回の紹介議員になってくださった市議さんなんですけど、うん、自民党です。そうそう、何も知らずに電話してます。すごい運がいいのが、二人目で当たったところが運が良かったんですけど、お電話をして、カクカクしかじか、あ、留守番電話になっちゃったんで、カクカクしかじかで、インボイス反対の請願を出したいんですけれども、紹介議員を探しています。なってもらえませんでしょうかって言って、名簿にあったメールアドレスに、請願書のアルファ版送りますって言って、送ったんです。はい、来る前に次の人と思って、はい、次の人も出ないし、その次の人も出ないしって思ってたら、電話かかってきたんです、もう議員から。うん、遅く、あ、連絡ちょっと遅れちゃってごめんなさい。今メールも見ました。うん、ということなんですけど、っていう話をしたらすぐに、協力しますよって言うんですよ。うん、でも、その時にまだ党も何もわかんないんですよ、うんうん。え、いいんですかって言ったら、僕、市議会議員なんで、
市民が困っていることに寄り添うのが仕事ですよねって言ってくれたんです。あ、この人すごいびっくりしちゃって、この人どこの党の人だろうってすごい思って。いや、なんか今当たり前のことなんだけどちょっと鳥肌が立っちゃった今ねえ、うん、この当たり前のことがね、なかなか、うん、ね、で、こうお話をしたら、うん、あの、この請願書って、請願書ってどこから持ってきたんですかって言うから、うん、市のホームページからフォーマットダウンロードして、で、ひな形って書いてあったからダウンロードしてそこで書いたんですよって言ったら、いや、実はこの形じゃないんですよって言うから、は？と思って。だって市のホームページからって言ったら、もう作ればいいと思ってるから、うん、それち、形違うんで、後で僕、あの、霞ヶ浦市っていうところで請願通ってたんで、霞ヶ浦市の請願もらってきて、それ送りますよって言ってくれて。へぇー。ああ、要するに、その請願、通りやすい請願がこっちだみたいな感じで。そう、で、あと、あの、ひな形自体が間違ってた。ああ、そうなんですか。ああ、私たちもね、お手紙いろんなとこ送ると、ひな形が違うとか、なんか言い方が違うとかいっぱいね、うん、言われますもんね。そうなんです。すぐには受理されないですね、うん、なかなか。そう、なんですよね。で、作ってこれでどうですかって言ったら、いいですねってなって、その時に、あの、森屋さんって言うんですけど、その、直して、これでどうですかって言われた、その、霞ヶ浦市のほぼ 100% コピーしたような請願書、これでいいですかねって出したら、うん、請願者の名前のところ、私があのもう文字入れちゃってたんですよ、自筆じゃなくて。そしたら、自筆じゃなきゃダメだから、これはあの外しといてねって言われて、え、自筆じゃなきゃダメなんだと思って、で、あ、そうなんですかって言って、で、なんかの団体って聞かれたから、え、個人ですって、え、誰、え、一人っていうか一人ですと、あ、一人で請願するんだって言われて、うんうん、え、普通は違うんですかって言ったら、うん、普通は団体かな。そうなんですか、え、一人じゃダメなんですか、いや、全然ダメじゃないです。って言ってくれて、うんうん、で、あの、これでこうしてこうして、じゃあ、いつな、他に、うん、例えばロビー活動みたいのはした方がいいんですかって聞いたら、委員会のメンバーを見ると、総務委員会だと思うと。総務委員会のメンバーを見ると、多分 5-0 だと。5-0 で、否決されると。うん。それも一つの手であると。うん。で、そうする、それで本会議で逆転っていう6月にね。否決でも可決でもいいから、委員会を通すことが、終わらせることが大事だ。ああ、なるほど、なるほど。と言ってくれてて、もう最初からそういう話をしてくれてて、でも、今は動かなくていいよって言われたんです。とりあえず委員会の時には動かなくていい、僕がやると。で、いろんな話をしているうちに、なんかこう、あ、じゃあよろしくお願いしますみたいな、じゃあいつ判子書いてもらいますみたいな話をしていて、何日に出さなきゃいけない、何時に出さなきゃいけないんだったら駅前で待ち合わせみたいな感じで、もうそれ全部決めたら、今度はあのなんとなくプライベートな話になってってその時に知ったのが自民党議員だったっていうのを、その今度話した後に、ちなみに僕は自民党のバリバリの右翼ですって言われたね。ようやくそこです。すごいですね、なんか。え、だから、え、いいんですか？私は多分政治的には反対側のリベラルどっちかっていうと左派だと思いますって言ったら、そんな話してりゃ分かりますって言われて。うん、でも市民に寄り添ってくれているんですね。はい、うん、その審議とかよりも生活を、うん、一番身近な生活をする場所が審議だから、だから僕は市議になったわけでって言ってくれたんですよ。で、うん、主義主張とか心情はその人たちが持っていればよくて、生活は別だし、うん、困りごとは別だし、うん、で実際ちょっとインボイス、あの名前だけ外国から持ってきたかもしれないけど全然違うよねって言われたんです。そこまで外国のことまで分かんないのでそこまでまで全然勉強ができてなくて、うん、そうなんですかって言ったら、この前 の、 あの外国特派員協会で話されたような話をもうそこですでに、はい、実はねっ
ってすごい詳しくされちゃって、あだけど詳しすぎて何言ってるか分かんなかったです。ああ ものすごく正しくというよりはもうとても深く理解されてる方だったんですね。で、うん、なんでかなって思って、うん、なんでそんなに知ってるんですかって言ったら、僕公認会計士で税理士なんですよって言うんです、うん、でも公認会計士さんって税理士ついてくるんで、で、うん、別に外国のことにみんな詳しくないですよねって言ったら、アメリカの会計事務所にいてって言うんです。ああ。わ、バリバリのエリートじゃんと思って。ほんと、エリート中のエリートですね。なんか、アメリカの企業でヨーロッパとも仕事を、ヨーロッパの企業とも仕事をしたりとかしていたので、このあたりはちょっと詳しいですって、ちょっとじゃないよねって思いながら。うんうん、でもやっぱりそういう税、そういう仕事されてたからから見ると、やっぱり日本版のインボイスってのはおかしいって感じるんですね。みたいですね。私に、結局私は10月過ぎたらどうしたらいいんですかねって言ったら、登録しなくていいですって言われましたから。へぇー。いよいよ困ったら言ってくださいと言われましたけど、登録しなくていいですって、自民党ですよ。自称右翼ですよ。なんで自民党にいるんだろう。なんか作戦があるのかもしれないですね。本当のなんか何かをや、うん、いや大元の考え方はそうみたいですけど、うん、要は保守ってことですよ。うん、保守ですね。保守がイコール自民党かっていうと日本はそうなっちゃうけれども、保守という考え方でいけば、うん、のちゃんとした人なのかもしれないです。いや、本来保守とか右のとか、まあ、民族派とか、そういう人たちってやっぱ、なんていうんですかね、我々こう、なんていう、地域社会を守るとか、そういう意識が本当は強い人がすごく保守。いや、なんかね、すごい、本当さっきから私泣きそうなんですけど、やっぱいろんな議員さんに会うと、まあまあ確かに一生懸命頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるけど、やっぱ、こう、それこそ何党だとか、右だとか、左だとか、つまらないことなんですよ。だから政治家じゃなくて本当に政治家であるなって、その庶民に寄り添ったりとか、なんかご自分のご意思がきちっとあって、なんかすごいちょっと胸を打たれる。もうここまででずいぶんちょっと涙目になってますし。かっこいい。それは党派とは関係ないんだなって、特に、国会議員とかになっちゃうとちょっと私も遠い感じがするじゃないですか。うんうんうん、だけど、市会議員って変な言い方ですけれども、日頃歩いてる道で、うん、道路がちょっと陥没してるから直してくださいって言いやすいみたいなのが、うん、そういうのを対応してくれるのは市会議員だから生活に一番関わってる人たちっていうイメージがあったんですけど、うん、まあここに引っ越してきてから新しい街なんであんまりそういうことって感じもしなかったんですけど、今回、うん、あ、なんかとりあえず二人目に電話して、二人目でぶち当たった人が自民党議員で、うん、公認会計士さんで、大事だったって、ものすごくこう、私は運がいいと思いました。いやー、奇跡のようなお話だと思います。いや、はっきり言って、丸さんもとても勇敢なので、そこまでこう、バリバリこう動けたのも奇跡です。いや、何も知らないからできたんです。いや、だからなんか変な話。何も売ってませんけど、いや、なんか神様からの贈り物のような物語にも今すでに聞こえてます、私には。いや、でも、ね。うん。いや、それでこう、私は請願書を出しに行ったんですよ。ちゃんとね、知ってやる。で、昔の町なので、駅、公共交通機関がほぼ電車1本で駅1個なので、役所ちょっと離れてるんです。ここに行くには自分で車を運転しなきゃいけないんですけど、私車を持ってないんですよ。うんうん、必要ないから。うん、で、無料のバスがあるので、市役所を回る。そこに乗って出しに行って、請願書1枚ですよ。はい、出しに行ったら、事務局の方が出てきて、はい、受けたまわりますって言って、ちょっと待っててくださいねって言って中入って、要は、なんか間違いがないか確認してるんだなって外で待ってたら戻ってきて、うん、意見書がついてないですって言われたんで、と思って。ホームページ見て書いたんですけど、意見書ってどこに、何ですか？それ書いてなかったですよねって言ったんです。うん。そんな意見書って、議長の名前で出すやつですよね？
って言ったら、うん、そうなんですけど、ってか、え、議長の名前は私が使って書いていいんですかってなって、うん、でもそれ書い、あの、本当にホームページに書いてなかったんで、うん、え、なんでってな、で、しかもその日が締め切りの日だったんで、うん、でお昼ぐらいに出しに行ったんですよ、うん。で、その後仕事があったんで、東京出なきゃいけないし、東京出る。東京出なきゃいけないし。はい。いや、困ったなって思ってたら、私の間に入った子、うん、若い事務員さんはもう行ったり来たり、行ったり来たり、中のおじさんと話すので。で、うん、その事務長さんが今日出してもらわなきゃ困る、みたいになってて、でもホームページに書いてないですよ。ホームページに書いてないって言ってる。確かに書いてないっていうのを やり取りしてるうちになんか間に入った人がかわいそうになっちゃって。うんうん。で、すいません。私、車を持っていないことと、これから一旦家に帰ってすぐに都心に仕事に行かなければいけない。だから、うん、今日中に持ってくることできないので、で、うん、紙じゃなきゃダメだって言い張ってるんで、うんうん、おじさんが。おじさんが。で、それをやるんだったら、すいません、帰ってくるの8時ぐらいなんで、9時まで待ってもらえますかって言ったんです。うんうんうん。そう言ったらどういうふうに言うかなと思って、そしたらそれは待てないって言うんですよ。うんうん。え、で、仕事なんですよって、じゃあ、ついてきてくれますって言ったんです。ついてくれれば、どこかでプリントしてお渡しできますから。うん。って言ったら、間に入ったお兄さんが、メールで送ってくれますか？添付で。そういう時間あります？っていうので、いや、電車の中でそんなものはすぐに作れるので、うんうんうん、そしたらメールで送るのはって言ったら、実質とかがないんで、僕がプリントして、うん、渡しちゃいますからって小さい声で言って、うん、じゃあメールで、メールだったら多分1時間以内に送ります。うんうん、って言って、こそっとメールは、あの、名刺渡されて、うん、で、その若い事務員さんに電車の中で作った意見書を送ったら、うん、なんか私、誤字があったらしくて、ここ字間違えてるから直してきましたっていう返事が来て。うん、ここにも天使ちゃんがいましたね。そうで、丸く収まったんで、それを、その、うん、うちの右翼の、右翼の森谷議員に、実はこんなことがあって、意見書ない、うんって言われて、カクカクしかじかでって話をしたら、うん、いや、僕も気がついてたんだけど、どうやって対応するかなと思ってって言われて。何それ、なんだその試練は。でも、意見書っておかしくないですか？なんで人の名前の書類、公式な書類をこちらで作るっておかしいですよねっていう話と、ホームページに書いてないって、素人が、まあ、ホームページに書いてあることを一生懸命参考にしてやって。うんだし、その手順が書いてないのはおかしいので、うん、次の議会で言ってくださいってお願いをしたんです。そう、実はね、僕らもそれいっぱいあったんです。意見書がないです、意見書がないですって、うん、もうどんぐらいですかね、もう100ぐらいのラインこれだって言われて意見書再送し直したりとかして、結局あれなんですね、請願の中にこういう理由だから意見書を提案してくれって書いてあるから、だったら意見書案を出せっていうことなんですよね。そういうことなんだ。そういうことなんですよ。それで、だからお前ら出したやつが意見書案、だからその時って多分意見書案ってことになってませんでした？いや、意見書です。あ、本当ですか？でも多分それ意見書案に書き直されたと思うんですよ。僕らはだから意見書案にしてくれって言われて、なんか必ずカッコ案みたいなのにして送ったんですよね。そうなんだ。だけど、そのおっしゃる通り、どこのホームページもそんなこと書いてないんですよ。ですよね。はいはい、いやでもそれにすぐ対応できた丸さんがすごいなと思っちゃう。私だったら何それどうすればいいのってもうわたわたしてたと思う。いやもうだって今日出さないとってなってたのと、うん、あとすごい変な言い方ですけど、せっかく森谷議員と知り合ったんだからこれで失敗するのはもったいないと思ったんですよ、うんうんうん、そうだからなんとかで自分でできないようだったらすぐに連絡して、うん、なんとかしてくれって言うとは思ってましたよ、最終的には。ただ、うんうん、ちょっと初めてなんで、うん、なんか試してみようって思ったことが、で、変な言い方ですけど、私ここで生まれて育ってないから、役所に知り合いも何もいないので、うん、なんだこいつって思われても、うん、親兄弟、一人しかいない、一人で暮らしてるので、子供もいないし、うん、どっかでいじめられるとか、なんであいつのお母さんってもう言われないしっていうのが、全部揃って、うん、好き勝手やろうっていうのが。強い。でもせっかく初めての体験ってこの年なかなかないので分かります分かります、うん、そうだったら分かんないことを言う通りにするよりは、うん、分かんないでそれどこに書いてあったんですかって聞いて一つ一つこう、うん、初体験を積み重ねていく方が面白いかなって単純に思っ
ったんですうん、そうですね。皆さんもぜひとも発災をしてください。生活を出す。そう、それで途中でね、分かんなくなったらもう撤退したっていいんだから、あの今日は帰りますって言って帰ったっていいんですよね。うん。うん。あと意外とその事務局の人もまあ手伝ってくれますよね。手伝ってくれます。手伝ってくれます。うん、あの、うん、私みたいに。ホームページに書いてないっていう言い方をする人がいなかっただけで、どうやって書くんですかなんですよ、うん、きっと皆さん。こういうのも出してくれます。あ、どうやって書いたらいいんですか、じゃあ例を見せますね。っていう、そういう流れなんでしょうけど、その間に私は一言、ホームページに書いてなかったんですけど、っていうのが、はい、間に挟まったかどうかだと思います。うん、まあ、それは丸さんが一生懸命ちゃんと真摯に向き合ったから分かることだし、あの意見書をすぐ作れたこともそうだし、だと思いますよ、うん、この話聞いて思うんですけど、日本のインボイスってよく推進したい人は電子インボイスのためにとか言うんですけど、うん、まあ無理ですね、です正直、うん、いや本当にどこの役所もデジタル化なんかできてなくて、うん、僕らも本当にそれで苦労したので、うん、いやなんか最初請願作った時に、うん、マリアさんには実質じゃなきゃダメなんだよって言われてたけど、うん、面白いから、うん、今って別に実質だけど電子ができるじゃないですか、うんうん、認証もそれ、はいはい、できるので、はい、それでできないかって聞いてみようかなって言ったら、聞いてごらんよ、もう意味が分からず実質ですって言われるはずだから、実質で紙って言われるからって言われて本当に その通りの返事だったんであの実はストップインボイスで出した陳情書もですね、予算の問題もあるし1600書くわけにいかないじゃないですか、でこれ印刷でいけるだろうと、うんうん、で印刷で やったんですけど、やっぱり案の定で電話かかってきて、これってプリントかなんかですよねみたいにやっぱり言われて、バレたかみたいなそうだね、結局押して送る、そうそう、印鑑をねちゃんと直じゃないとダメとかね、ありましたね、ねそう、だからすごくこう自分の死のこと全く分からなかったんですけど、手続き一つ分からなかったんですけど、うん、手続き一つでもこんなにこう、まあ、いろんな人が関わって、うん、こう、私のとその事務局長の間にいたお兄さんは、うん、本当だよねって、多分私が言ってることが、うん、本当その方が俺たちだって事務手続き作ってきっと思ってるんだな。そりゃそうだよ。っていうの、でも決まりは紙なんだよっていうところの間に入って、右往左往しながら、こそっと手伝ってくれるとか、そういうのが一つ一つ、ちょっとのことですけど、うん、あ、こうやってうちの市って実は動いていたんだってちょっと分かりました、うん、なんか面白いですね、やっぱり若い人たちとか、まあ、事務員さんも含めて、はい、そういう人たちがやっぱりこれおかしくないって言って、やっぱりだんだん変わっていくものなんでしょうね、うん、でもすごい思うんですけど、私もいわゆる定年の人たちにとっても近い年なんですよね、うん、で私は当たり前にパソコン使ってますし、うん、当たり前にさっき言った電車の中でやるってことはクラウドも使うわけじゃないですか、タブレットも使ってるし、うん、要はパソコンとかそのインターネットとか、うん、私たちが若い頃に言ってたら仮想空間っていうか言ってましたけど、そういうものがもう30代ぐらいから20代30代、まあ、私はあのパソコン使い始めたの高校生だったんで、うん、かなり早いのは早いんですけど、でも私の周りだってみんな使ってると思うんですよ。だって使わなかったら仕事にならないじゃないですか、うん、今時、うん、なのになんで役所の人って紙って言うんだろう、なんで話しても、あ、本当に分かってないんだっていうのが、うん、どうしてそのまんまでこの年までいけるようなシステムを残しちゃったんだろう。いやだってあのコロナだって、コロナ禍でだってね、都庁とかのファックスとかいうのがって本当に思ったし、だから変える変えない印鑑の問題もそうですけど、庶民、私たち市民側の問題というよりもまず役所側が変われないですよね、と思います、ね、あのちょっと一個気になってたんですけど、その森谷議員がこう総務委員会は動かなくていい、そのロビーイング活動とかしなくていいって、その言ったその心って何だったんだろうね。総務委員会を牛耳ってるのが公明党だから、うん、まああそこが動いてる間は総務委員会が、うん、私の請願をプラスにすることはないと、うんうんうん、でも
大事な請願だから、うん、本会議に出れば、なんとかできる可能性がある。なので、その本会議に出たってなった時に、まあ、あの手紙作戦、手書きの手紙作戦をしてくれと。うん、あそれはだから今、こっちの、そう、継続なんですけど。だあの、多分、これから聞かれるんだろうなと思ってること先話しちゃっていいですか？あ、はい、はい、どうぞ。で、委員会があったわけですよ。それから。あ、総務委員会が。2週間後に。で、はい。委員会って、あの、森谷議員からいろいろ聞いてたんですけど、もうこう面白いから事務局に何でも電話してみようと思い始めて、電話をして委員会って傍聴できるんですかって言ったらできますよと。どの委員会ですかっていうホームページに書いてあって、この総務委員会っていうのを見たいんですけど、ってこれは頭から何分前に行けばいいんですかって言ったら、途中から入ることも可能ですよって言われたんです。ダメなものは何ですかって、録音はダメ、メモもダメ、メモもダメ。委員会の場合はな、あの本会議はいいけど、委員会はメモもダメかなみたいに言われて、録音はダメ。じゃあ、ただ、脳みその中に残しておいて、それをどっかに書くのはいいんですよねって言ったら、それは個人の自由ですと。じゃあ行きますって言って、例えば、こう身分証明の何かとか必要ですかって言ったら、あれもいらないですと。じゃあ市民じゃなくてもいいんですかって言ったら、市民じゃなくてもいいです。って言われて、え、市民じゃないんですか、市民で請願者ですって言ったら、ああって言われたんですけど。で、当日、森谷さんには、応援隊として後ろから頑張れって言うって言ったら、言ったらつまみ出されるから言っちゃダメって言われて、はい。死後は禁止ですからね。わかりましたって言って。ただ、お手洗いとか勝手に出てって勝手に戻ってきていいからね。なんかもう友情が芽生えてる。右翼とリベラル、市民の右翼、うん。それで、面白かったのが、あの、名前を書いて、番号札もらって、番号札1番だったんですよ。で、行ったら、こう、いろんな人が人の顔を見に来るんですよ。なんだなんだ。それ、丸さんの顔を見に来る。えって。で、何人かの議員さんが名刺を置いていくんですよ。あの、とっても不思議でした。あの、委員の人は名刺を置いていかなかったですけど、委員じゃない人たちがいっぱいなんか、議員さんが来て名称、あ、そうですね、委員会にはだいたい5人ぐらいですね、5人でした、はい、ぐらいが出席して、その5人がこの、その出した請願をどう扱うかみたいなことを話し合うんですね、はい、でその委員以外の人が名称を置いてった、 でその中の何人かは、議員傍聴っていうのをしたらしいんですけど、何人かそのままいなくなったり、あと役所の人が、え、何傍聴わざわざ聞きに来たのも何人もいます。まあ、傍聴です。傍聴なんだって言って、出てって、傍聴がいるよっていう声が聞こえてきました。そんな土の子じゃないんだから。なんで、モーニャさんに聞いたら、少なくとも、令和になって委員会傍聴してるのは私が初めてだったらしいです。令和になってですね、5年、そうそう、でその前の平成はどうだったんでしょうかねって言ったら、多分委員会傍聴って10年いなかったと思いますよって言われて、その前は知らないですって、うん、あの本会議の傍聴はまあね、あのそういうのが趣味な方とか、ある団体とかが来るらしいですけど、一般市民でたった一人で委員会に傍聴に来たって、平日ですからね、っていうのは本当にこう、市役所の方が、あ、傍聴だってって言っちゃうぐらい不思議なことだったみたいな。そして各議員も挨拶する、そうそう、名刺を全然知らない。名刺を配りたくなるような。そう、だから議員さんの名刺が私の前に7、8名の名刺が並びました。で、実際委員会始まったらどんな感じだったんですか？委員会ってこうやるんだっていうのが、もうその日に、その総務委員会で話し合われることの、まず今日はこれをやりますっていう2時ぐらいあって、こんなにあるんだと思って、そのうちの一つが、あれですよ、ストップインボイスさんが出した嘆願書が同じ日にあって。同じ日に扱われたんですね。で、最初請願から始まっ、役所の何かの報告から始まって、で、その後に、
西岸だったんですけど、で西岸もいくつかあったうちの3個目ぐらいが、だから私の西岸に行くまでにもう1時間ぐらいかかってて、うん、森田さんから1時間で終わるよって言われたので、もう1時間なんですけど、と思ってて。うんうん、ね。ずっと見ていたら、森田さんが本当にそこで、インボイスとは、なぜこれに反対するのか、自民党の私が、みたいな感じで話し始めたのが、すごい本当に録画したかったです。ちょっと見たかったなぁ。で、どんな感じだったんですか？どんな内容で。例えば、請願書を出したのは個人事業主が出してるんですよね。だから皆さんの、委員会の方、委員の方々には個人事業主からの請願として出てるんですけど、だから個人事業主でしょっていう感覚になっちゃうとあれなので、うん、森谷さんがこの請願が出て私が紹介議員になったのはっていうところで、ここから読めるのは個人事業主がうんぬんではなくて、個人事業主が関わっている中間業者、うん、これ、うんうちの市にはとても多いです。で、個人事業主が登録したところで、じゃあうちの市にそれが全部の個人事業主の相手ができるほどの税理士がいるか。無理でしょ。うんうん、そうすると、この人たち登録はしてるけど、どうしたらいいかわからない、どうしたらいいかわからないって中間の小さな会社に頼りますよね、と。うん、パンクします。動きができません。うんうんうん、で、まあるいは私のように個人事業主が分かんないから登録しないってなったら、この中間業者自分が追わなきゃいけない、うん、じゃあ価格に転嫁すればいいじゃないか、そんなことは東京じゃない限りできません、うん、ではっきり言ったんですよ、うんうん、こんな小さな町でようやく電車が通って、うん、農業がほとんどの町で、うん、そこにある、言ってしまえば町で生まれて町の人のためになっていた小さな会社がどんどん潰れていくんですよ、うん、これから、うん、それをようやくコロナが落ち着いた後に、うん、これからみんなでバックアップして、まずは元の姿、そこから新しい形ってやらなきゃいけない、うん、今なんで反対できないんですかと、うん、インボイスが正しいと思っていても今のわけはないっていうのは、ちょっと考えたらわかりませんかって言ってくれたんです。うん、もうずっとテーブルの下で手を叩いてました。あ、手、叩いて禁止ですからね、そうそう。さっき聞いてて、あ、そうだったんだ。そう、もうすごいなんか感動しちゃいましたよ。余裕を聞いてるだけで感動します。本当に感動します。いや、でも実際本当に回らないんですよ。僕も今いろんな議員と会って、特に与党議員に会うときは僕それよく言ってるんですけど、うん、税理士の数って全国8万人なんですよ、はい、うんうん、フリーランスの数1500万人ですよ。8万人の税理士しかいないのに、フリーランス1500人が相手にできるわけないんですよ、うん、あの頼んだら高かったっていうのがあるじゃないですか。そんなお金があるならっていうのを森谷さんに言ったら、森谷さんの知り合いの方もいっぱいいるわけじゃないですか、東京税理士会に今所属してらっしゃるっていうことだったんで、そうしたら、うん、あのやりたくないから高く吹っかけるんだよって言ってました。そうそうそう、いや実際今、そうなんですよ。フリーランスのそういう個人事業主からの、なんていうんですか、依頼は断るために高く吹っかけてるって、それこそ倍額吹っかけられた事例とかもあったり。本当にそうみたいです。それはお金を取りたいというよりは無理だということ、はい、やりたくないんですって。そう、無理だからでしょ。増えるし、はい、っていういろんな意味で、ね、人数的にも足りないでしょうしね。そうすると、うん、バイト雇えばいいじゃんとか、うん、なんだっけ、派遣頼めばいいじゃんっていうことをもっと上の税理士会から言われるらしいんですけど、いや、うん、個人情報の一番大事なところを扱うのに、うん、バイトって言ってもアルバイトを雇うとしてもアルバイトのスキルがかなり高くないといけないと、うん、その人探すぐらいだったら、多分そんなスキルの人がいたら税理士が取り合いをするから、うん、まず無理だし、じゃあ人材派遣って、人材派遣の人って信用できるかどうかって私が見るわけじゃないから、個人情報をものすごく扱って、今までも、うん、カードとかの案件で個人情報流出しちゃってるとこってたくさんあるから、うん、僕としてはじゃあ派遣に頼めるかって言ったら、僕は派遣には頼めないと思いますって言ってて、うんうん、やっぱり税金の話とか個人事業主の話での個人情報っていうのは命みたいなものですしねっておっしゃってくれてたので、う
うん、もう本当にね、本当にすごい人ですよ。うん、いらない。あと、はい。あともう一点あるの、あれなんですよ。税理士さんって保険に入ってるんですよ。損害賠償保険に、はいはいはい。で、消費税の計算っていうのはやっぱり難しくて、税理士でも間違えて、はいはい、で、一番保険が下りる金額が一番多いのが消費税なんですよ。うわそうなんですよ。だからもう、プロの税理士でも間違えて、現状間違えてるのが消費税の計算なので。そんなのを私たちに急にやれっていうの、その1年生みたいな、私たち。そうです。なんかいっぱい書いてあったじゃないですか、ツイッターの中に簡単だからって。そんなもんが簡単だよって税理士が言ってましたよね、そういうの。もう本当に嫌だわ、こういう人たちと思いながら見てましたけどね。じゃあその人たちはひょひょひょいってできるんだから、もういっぱいね、請け負ったらいいですよ。そうそう、1万円でやって簡単なんでしょって思う。ちなみにその委員会どんな感じになったんですか、その1時間待って自分で、モニアさんが熱く、で、すごくわかりやすく、で、うちの町、せっかく市になって東京につながって、でいろんなことを始めたのに潰れちゃうよ、町が潰れちゃうよ、残ったら東京の死者ばっかりになっちゃうよということを言ったら、うんうんうん、みんなさすがに何人かがえまずいよねそれはと思ったみたいで、いや実は僕もインボイスっていうのは良くないと思ってるんだよっていう5人のうちの人が急に言い出して、うん、あとただあんまりよく分かってないから実は僕も個人事業主なんだろうけど登録しないんだよって言い出して、え君登録してないのかいって思ってたんですよね。そしたら次の人は議長さんなんですけど、議長さんが入って手を挙げて言うから何を言うのかなと思った。今の森谷議員のお話の中に、請願者の氏名が出てました。これは個人情報なんで議事録から外してくださいって、その話と思って。もうそこでも手を挙げたくなって、いや、議事録に私の名前残してくださいって言いたくなったんですけど。で、話を分断したんですよ、要はそこで。うん。ただ、もう一人の方は、農家は関係あんのかいって、森谷さんに聞いて、うん、今更って、議員さんですよねってずっと思いながら、うん、森谷さんが、農協関係は大丈夫だけれども、うん、今まで政府の方向としては、第一次産業の人たちも自分たちで市場を作ってくださいっていう形をずっと取っていたので、道の駅に出していたりとか、自分たちで小さな仲間同士で集まって、こう、自由販売みたいなのやってる方もいらっしゃいますよね。それ全部かかりますって言ったら、ざわ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 ってして、ようやくこれざわざわか。そしたら、それは困るよねって、5人のうち3人が言い出したんです。うん。たら、急にふっと手を挙げたのが、まあ、政府与党の、森谷さんじゃない方で政府の与党の方ですよ。うん。が、開口一番。だって10月に始まるって国が決めたのに、なんで今頃そんなこと言うのって言った。うん。いや、今頃言うと何しようと私の権利だよねって、まあ、そこでちょっとまた暴れたくなったんですけど、もう完全に森谷さんがこっち見たんで、バレてると思って。暴れるな。釘を刺された。どうどうっていう感じ。そしたら森谷さんもそれも言ってくれて、いや、これが決まったのって、コロナの前ですよね。そこそこ。粛々とものを進める。だったらコロナ対策も一つもできなかったっていうことじゃないですかと。決まったことに従えだったら、コロナ対策か緊急対策をなぜしたんですかって話になりますよね、と。なんて知性的な。そう。だから、インボイスに関しても、まあ、準備期間があったはずなのにっていう人もいるかもしれないけれども、今の反応で分かったように、議員ですら周知されてないわけですよ。で、おっすって思ったんですけど。で、ましてや、一般の方々が、インボイスっていう言葉は知っているけれども、自分がどういうふうに関わってくるかって分かってないと思いますよね。って言ってました。で、こんなところだと、こういう街だと、シルバーサービスに関わってる方すごく多いんですよね。農家の方が多いんで、農家の方と東京から来た方が多いんで、東京から来た方、自分中の庭木なんかできないんですよ。だから、シルバーさん頼むっていうのがすごく多いんで、そのシルバーさんたちも、これで赤字になっちゃって、家で元気に外に出てって、
ちょっと小遣い稼ぎをして、それで下手したら孫に何か買ってくれたりとかしてた人たちが困るんですよね、うん、っていうことも、こんなことまで調べてくれて、うんうん、対応してくれてるんだと思って聞いてたんですけど、って言ってもうなんかあの委員さんたちの言うことをことごとく突っぱねてくれたんですけど、うん、したらあの、まあ、言っちゃえば公明党の方ですけど、公明党の議員さんがその10月なのにって言ったのも、10月って言ってもってそうやって反論したら、あ、それはそうですよね、私はもっともっとコロナより前にやればよかったと思ってるんですよ、あんな液税って言ったんです。さあ森谷さん、あれは液税じゃないですってちゃんと言ってくれて、おかっこいい。なんかもう森谷さんにもうメロメロです。いや多分でも公認会計士さんそれ流せないでしょ。そうですよね、そう言っていれば、うん、それはね流せないプライドとして、うん、でそう言ってくれたら、最終的にそのもう本当に牛耳ってるのがその人だっていうのは見てて分かったんですけど、うん、その人ってのはその公明党の議員さんですか。ああ、なるほど。なんとなくだから3人で可決されそうだったんですよ、意見。そこで大きな声を出して、だいたい10月に国が始めるって決めたことをって言い出したのと、で私はだからこのままやればいいと思っていたけれども、今の森谷議員の話も聞き、状況も考え、請願も個人で請願をされる方もいた、こうそういうな市民もいるっていうことを鑑みたら、これはもっと考えなきゃいけない問題ですよね。私は継続審議を押しますって言ったら、他の人たちもそうだよね、これはもっと考えなきゃね、継続って言って一気に継続になっちゃったんですよ。なるほど、うんうん、ここでちょっと補足するとですね、これ委員会では基本的に2つしかないんです、否決と可決、賛成、採択と否決か。だけど実はそのもう1個あって、それが今言った継続審議、うん、でこれはだから事実上なんかよく言うのは棚ざらしにされて塩漬けにされてみたいなっていうようなの時に使われる手口といいますか、手というかっていうことですよね。で、日頃よりちょっと長かったので休憩に入ったんですよね、うん、ちょっと休憩、一旦休憩にしましょう、うん、ってなった時に、休憩の時は喋っていいんですよねって議員さんに、議長に聞いたら、休憩だから何喋ってもいいですかねって言ったら、いいですよって言うので森谷さんのところに行って、ありがとうございました、うん、ところで知らない顔をして、継続って何ですかって聞いたんです、うん、おー、なるほど、ここで説明、結構大きな声で、無理にやったんですけど大きな声で、継続って何ですかって言ったら、うん、とりあえず今回本会議に出ないで9月まで、うん、それって9月だったらもう止められないから、私たちは一生懸命頑張って考えたけれども国が決めたことだから頑張った結果できませんでしたって言いたいってことって言ったら、うん、まあそんな感じかなって言われて、うん、なんかさ、もう一個聞いていいって言ったら、何って、請願って私の権利ですよねって言った、権利だよ、国が決めようと何しようって私の権利ですよね、憲法に書いてありますよねって、そうですって森谷さんが言ってくれて、うん、で国が10月から決めようと、私が11月に即時中止っていう請願出したっていいんですよねって言ったら、そうですよ、当然じゃないですかと、うん、法律なんて人が決めてるんですから、うん、一回決めたことを変えちゃいけないなら、今でも、うん、なんだ、今でも貴族が残っているはずだしっていう、その大昔の憲法が、だから、うん、っていう話を、本当に廊下の役人にも市役所の人にも聞こえるぐらい大きな声で話したんです、うん、休憩中ですからね、はい、これは実はあの経験があってやったんです。で森谷さんにも、もしかしたら暴れない代わりに終わってから大きな声で喋るかもしれない、答えてくれるって言ったら、いいっすよって言って、経験っていうのは、あの東京都の審議会、一般の方が、有識者という人たちが来て、議員さんたちが来ていろいろ話す審議会にもう 4,5 年ずっと通ってるんですけど、うん、そこでそういうことやってるんですよ。うーん、そう、あの市民が真面目に
市民とか、その真面目に、うん、さっきのあれは分かんないんですけど、もう一回教えてもらえませんかっていうのを、最初は3人ぐらいしかいなかったんですけど、それをずっとやり続けて、で向こうも私たちが行くと、うっせえの来たなって顔するんですよ。要はその時、その東京都の審議会でも、要は休憩中とかにそういうふうに、あえて大きな声で喋って。終わった後でもです。はい、終わって、閉会って言って、バラバラって皆さんが立ち上がった時には、もう議事録には書かれない時間なので、何してもいいんですよ。っていうもう経験があるので、と思ったことは、そこでぶちかますっていうのは、そうすると、知らん顔して出てっちゃう人もいれば、足を止める議員さんとかもいたりするので、聞く耳を持つ人たちとか、影響力のある人たちとか、わかるんですよ。あと、こう、市民がワイワイ騒いでるっていうのを、注意して見てる人っていうのがわかるので、それを数回続けると、雰囲気があるんです。あったんですよ。その審議会で雰囲気変わってった。すごいですよ。その審議会って東京都青少年育成、あれ健全育成審議会。いわゆる不健全図書というものを、PTA さんとかね、いろんな人が来て話し合うんですけど、話し合っているところは、傍聴できないです。だから、これからこういうことを話し合います。話し合いました。のとこだけなんです。一番大事なこととか、どんな本が、訴状に、あげられたかも全くわからないのに4年間か5年間生き続けてるんですよ、うん、それプレッシャーになるなと思って、最初本当一人の人がやってて、でそれに私も言ってもいいですかって言って2人になって、で2人でこうツイッターでバカバカ書いてるうちに3人になり10人になり20人になったんです、うん、どんどん増えたんです、うんうん、でその途中で漫画家さん森川さん、はい、あ森川ジョージ先生、はい、森川先生が何そんなことになってるのってようやく気がついて来てくれた、うん、あだから森川先生で最初は定員割れですよ私たちの、それがどんどん16人の定員だったのが、16人以上来ちゃうから、それを見てた都議の方がいや何人もいて、で店員で入れなかった人が帰っちゃうんじゃなくて、待つんですよ、ずっと、仲間を。うん、どうだったっていうのをずっと待つのを見ていたら、時の人が店員増やしましょうって言ってくれて、うん、で、どんどんいろんなことが変わって、で、最終、ラスボスとして森川さんがやってきたら、毎月2冊以上の不健全図書が指定されていたのに、この、令和5年になって7ヶ月ですけど、1冊しか指定されてないんです。変われるんだって。しかも本会議見られないんですよ、私たち。なのに、やっぱり人が行って、っていう、その、市民の力っていうのがゼロではない。要は森川さんが来てくださるぐらいになる可能性もあるわけで、で、まあ、新聞とかもそうすると取り上げるんですけど、そうするとね、現役の森川先生の力だみたいになってましたけど、私はそうじゃなくて、一番最初に1年間ぐらい一人で通ってた女性がいるんですよ。この人だと思ってます。この人が始めたことです。本当そう思う。最終的にはね、名前がある人とか出るけど、やっぱりこういういろんな活動もそうだけど、やっぱみんなが集まってね、名もなき人たちがっていうのが、やっぱり一番大きいと思うんですよね。だから、皆さんたちは、これから始めようとする人でも、もしかしたらインボイス関係なくても、膨張するってすごく大事だと思います。なるほど、ね。どんなことでも膨張すると膨張すると何人かの市議さん、区議さんでもいいですけど、顔を合わせるからこいつって覚えられるって、こいついるけどって思われるんで、思うんですよ。やっぱり会議してても書面に書かれたもの問題点っていうのはわかるけれども、そこに本当に人がいて困ってる人がいてってその声を聞いてその顔を見てって言えば、やっぱり人間ですから絶対に違うと思うんですよ。みんなに見守られて、みんながこう注視してるっていうのは一番大きいことじゃないかなって思うんですよ、ね。そう思います。もう10時を過ぎている。すいません、長くなっちゃう。ああ、本当。びっくりした。いや、でもなんか本当ちょっとしたロールプレイングゲームじゃないけど、マルさんの大冒険でいろんなね、味方キャラ、隠しキャラ、敵キャラ、いろんなのが
出てきて、ね、ちょっと映画になりそうなくらいですよね。いや、で、うん、9月に、これを話しとかないときっといけないんでしょうけど、9月に、うん、審議が継続になっちゃったわけで、はい、6月は本会議で審議されないじゃないですか。うん、逃げられちゃったんですけど、はい、で、森谷さんと話して、どうしたらいいのって言ったら、うん、まあ、とりあえず6月、7月の頭、ゆっくり遊んでおいてくれと。うん、で、お盆あたりに、うちの方は帰って来られる側なので、うんうん、その帰って来られる側の人たちが来た時にお手紙で、インボイスってどう思います？こうやって一生懸命頑張ってるんですけど、すごい苦しいんです。で、インボイスをちゃんとやろうとすると、定価が上がります。定価が上がると、同じ 10% の消費税を払っ、うん、スーパーで 10% 分払うって言っても、元が払ってるから、10% が現実10円で払ってたものが13円になったりするんですよっていうことを書けと。書いて手紙を出せと、うん。あなたの大事な娘や息子、孫たちが何かを買うときに今まで3個買えたものが2個しか買えなくなるよみたいなことを書けと。うんうん、要は東京に今まで出てた人が夏休みで帰ってくるから、うんうんうん、そこを狙って地元の議員に手紙を書け、はい、孫の顔を見たばかりの議員たちにね、うん、そうそう、こんな苦しくなっちゃうのにいいんですか、うん、でましてやついこの間出ましたけど、今年から租税の負担率5割超えるじゃないですか。ああ、はい、はい、はい、負担率5割、5個、5個ごみってよく言われてます。こうやって、それって、ね、額面だけじゃないですか。そこに消費税があって、車がなんか持っちゃったらガソリン大変でみたいになって、何にかしくなりますよね。うん、はい。うちの方は車がないと生活できない地域の人がいるんで、親と暮らさない限りには、親の家に住まない限りには生活できないっていう人がすごく多いです。あ、だから自立してないとか言われちゃうらしいですけど、自立できない。あ、そう、なんかそういうところを狙えと言われて、うん、なんかこれから私のロビー活動はお涙ちょうだい作戦。孫や子供の顔を思い出せ大作戦ですね。そうそう、こんなね、で、うん、私ちょっと早めに両親亡くしてるんで、それを言えとか言われて。ね、お涙ちょうだい作戦で、せっかくこの大好きな親のお墓があるところに東京から帰ってきて、うん、農家の方たちとも仲良くなって、いろんなことが楽しいなって思ったのに、農家も続けられなくなっちゃう人たちもいて、私はもう親の墓の近くにももう住めないかもしれないみたいな。うん、だからね、とにかく、女優にならないといけない。まあでも嘘をつくわけじゃないですからね。事実そういう人がね、たくさんいるわけだし。なんかこういう作戦をしていくって決めて、そしたらもしかしたら本会議で、そこで本会議の時に、うん、何人でもいいから、3人でも5人でもいいから仲間を連れてこいと。うんうん、それは今まではやっぱおじいちゃんおばあちゃんしか来なくて、でそこにも、うん、若い子の方がいいですかねって、若い人がいいですねって、若い子かって言っときますけど、あなたでも十分若いですからねって言われたんで、そうそう、で昨日の品川じゃないですけど、うちはそんなに人数入れない、20人も入れないはずだったので、あともうちょっとあればそれこそ廊下にいっぱい人が並ぶ状態にできちゃうんですよ、うん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 、だからもう今ちょっと調べたら50人もいる、入る、え、多分入らない。傍聴人、一般的定員50人ってなってます、ね。そこになんかね、変な応援団が来るから、うん、だいたい余ってるのがいつも20から30なんですって。あ、そういうことです。なるほど。で、廊下もすぐ脇にあるから、あと廊下でバイバイ、廊下ではワバイ騒いでもいいから、うん、で、そうすると大きなプレッシャーになるから、そういうこと。で、僕は僕で一人一人、うん、で、もしかしたら僕が暴れるから大丈夫って言われました。かっこいい、頼もしい。いやでもなんかその作戦効くかもしれませんよ。だって前の時点でもそのちょっと可決になりそうになったわけでしょ、採択になりそうに、はい、っていうことは、でもその時公明党さんの声で空気を作ったわけですよね、そうです、はい、これは採択にしないみたいな、まあせめて継続みたいな、塩漬けにしようみたいな、はい、でも実際そのいや本当に悪い制度だよって分かれば、いや採択にしようよって言ってくれる議員さんっていうのはいると思いますよね。ね、
別に変な言い方、うん、自分たちが税金決めるわけじゃなくて、うん、あのうちの市は市民がこうやって反対してるんだからって意見書出せばいいだけの話だから、そこはもうすぐ選挙なんですよ、うん、だから、うん、そこも関わってくる、2月が選挙なのかな、市議会選挙なので、そこ関わってくる可能性があるから、お涙直線頂戴作戦がいけると思う、うんうん、ただそれでもギリギリだと思うって言ってましたけど、やる価値はあるのでやってみようと。ただ、ね、できればね、傍聴席もいっぱいになって、うん、みんなの興味があるってなれば、そんな空気だけで決められないっていうふうに、やっぱ議員さんも思うでしょうしね。で、廊下でワイワイ騒いでたらね、うん、なんだ今のとかやってたら、私だから外にいた方がいいかしらって思ったんですけど。暴れないように。そう、ただね、もう一つの大きな野党さんの国会議員の国政報告会、はい、この間、ちょっと関係ないですけど行ってきたら、終わった後に捕まえてインボイスの、一応党としては反対してるんですよ。反対してるんで、どうなんですかって聞いたら、いや、反対ですよとは言うんですけど、今、請願出してるんですけど、この請願とか、他に何かやれることってないですかね、国に働きがけとか、みたいに聞いたら、反対してるんですよ、党としては。なのに、もう遅いですって言われたんです。国会議員に言われて、その方に、その方は、比例、復活の方なんですけど、うん、その国政報告会の最中はぜひ選挙区で諦めない、みんなを困った人を救うためには諦めない、そのためには選挙区から当選しないとダメなんですってずっと言ってたんですよ、諦めない、うん、だから、えっと思って、インボイス茨城の人みんな困ると思いますよね、北関東の人みんな困りますよね、え、諦めないっていうのは困る人のためじゃなくて自分が選挙区から当選するってことですかって言ったんです。うんうん、痛い。そんなことないですよ、だいたい立法府じゃないと法律変えられないのに、立法府に行きたいって いる人が無理ですよっていうのはおかしいですよねって言ったら、そのためには与党にならなきゃいけないんですって言い出して、うん、何もやらないってことなんだなと思って、最後に、実はこういう仕事って出版関係の仕事してるんですよって言ったら、ガラッと態度変わったんです。なんかすごいこう自民党議員の方がちゃんとしてんじゃんってちょっと思っちゃいました。うちのたった一人の自民党議員ですけどね、もう私があなたを諦めますって言っても去りたいぐらいですね。そう、だからもうなんか捨て台詞のように、立法府の人が法律諦めるってもう最低じゃないですかって言って、もうほぼ捨て台詞をして帰ってきたんですけど、うん、ちなみに森谷議員は今後その例えば9月議会の以降もし通らなかった後とか、何かその辺の展望とかもなんかあるんですか？諦めなくてずっと出し続けていいよって、僕も手伝うって言ってくれましたよ、うんうん、2月まで少なくとも次の選挙に出るかどうかは考えてないらしいんですよ、出てくれって言ってるんですけど、出てくれ入れないけどって、うん、まあ右翼ですからね入れてあげてでもその前の選挙で全然覚えてないんですよ、立ち会い演説会とかできるだけ行ったのに、でなんでって言ったら、実はポスター貼ってポスティングしただけで何にもやってなかったんです、それで通ってる人なんですよ。ねえ、それさ本当に人間、はい、なんか神様みたいな感じなんじゃないの、もしかしたら実在じゃないんじゃない本当すごい共産党さんと仲いいんですよ、右の右はそうなるんだよねって言って笑ってたんですけど、面白い。いや結構でも そこ真なんですよ、うん、そうなんですよ、結構本当に右を行くと共産、僕もね共産党の国会議員の秘書さんとも話、その話をしたことあって、うん、実は共産党と自民党の議員って性格似てるんだよとか結構あるんですよ、うん、特にね民族派の方って右とか左じゃなくて、うん、やっぱりこう、うん、変な民草のことを考えるっていうんですかね、うんうん、そうですよ、うんそういうところがあるので、まあ言ってることはほとんど所属している軸足がどこだかっていうだけで、うん、基本的にはすごい話を聞いてくれたんで、今回それだけでも森谷さんに出会えたことだけでも、あ、やってよかったなと思って、うん、きっとつくば未来市の森谷さんみたいな人が全部にいるって思ってます。うん。
うん、モリアを探せですよ。モリアを探せ。モリアを探せですね。モリアを探せだ、本当に。ポイントは。うん、ものすごく自民党だから余計だ、え、大丈夫ですか、こんなこと言ってて怒られませんかって聞いちゃいましたもん。いや、でも今日は本当にいいお話が聞けたなと思う。なんか、希望が持てる、うん。いろんなところに。うん。うん、人に。そしてやっぱ、諦めず3月までやっぱり請願は出し続ける、うん、あ、続けます続けます私は、うん、即時中止ですもんね。こっから3月どころじゃないですよ、うんうん、もうだって今本当だったら去年一昨年の現状態だったら今行動制限かかってるはずじゃないですか。あ、コロナでってことですか、はい、うん、私の周りすごい多いです、はいはい、今、うん、そう、うん、コロナね、うん、単純に5類になっただけで、みんなが知らないだけで、3年、うん、2年前だったら完全に行動制限かかってたと思うんですよ、今の時代。うんうん、なのに、目先を変えられただけで、物事が何も変わってないのに、やること変えさせられるのは、やっぱりちょっと嫌だなって、うんうん。私は私の仕事をちゃんとしてるのに、なんか後ろ指を刺されるようなことを国に言われてしまう、うんうん、言わされるようになってしまうっていうのも嫌だし、私は、うん、私はですよ、これはやっぱりあのフリーランス潰しだし、うん、中小企業潰しだし、うん、で大企業だけ残って、しかも貿易関係の会社だけ残って、で外国にいっぱいお金をあげて、うん、あの最貧国に近い部分ってものすごくあるのに、最貧国によりも日本よりも豊かな国にお金をあげたり技術をあげたりしてると、うんうん、おかしいじゃないですか、そんなの。あとね、うん、最後に一つだけ、クールジャパンクールジャパンって言ってますけど、うん、外国の方に聞いたら、自分たちが欲しいクールジャパンを日本の政府のクールジャパンはしてくれないって言ってたのがすごく、うん、そうでしょうね。だってこっちの実際のクールジャパンには、クールジャパンの現場には、だってお金落ちてきてないんだから、なんだかわからないものですよね。政府が言ってるクールジャパンはね。そう、すごい言ってたのが、2.5 事件に、隣に外国人が来て、うん、なんか話しかけられたんですよ。うん、でも全然、日本、英語じゃない、これはフランス語かと思って、本当フランス人だったんですけど、で、うん、今スマホがあるから話できるじゃないですか。うんうん、言ってたら、自分たちが見たかった日本のクールジャパンは、簡単に言っちゃえばワンピースだし、うん、で、ね、スラダンだし。なのに、日本政府のクールジャパンコーナーに行くと、うん、違う漫画しか置いてない。うん、うん、うん。あの、あれですよね、日本政府が推しているクールな日本みたいな、よくわからない漫画が。日本かっけーって日本人が書いてる漫画らしいんですよ。てか、その漫画私は見たことがない。うんだから来るしかないんだっていうのをすごい言ってて、で来たら日本全体がクールだったっていう言い方をすごくしていて、チケット取って大変だったんだろうなって思いながら、すごいすごいこうお話ししてくれたんですけど、でもそのクールジャパンって言って日本を売ろうとしてるくせに、クールジャパンの足元は何も見ていなくて、うん、クールジャパンって外国に売れたのは日本政府のおかげじゃなくて、それこそね、うん、今大変若手が育たないとか言ってますけど、皆さん方が血へどを吐いて自分たちの力で世界に乗してったわけじゃないですか、うんうん、それも変な言い方、世界を取ってやるじゃなかったと思います。いいものを作りたい、みんなが感動するものを作りたいって言って、うんうん、作ってくださったものに周りの国の人たちが感動してくださったわけじゃないですか、うん、それを政府が入った段階でどうだ日本すごいだろうっていうのを、君たちなんかしたのってずっと思ってます、うん、本当ですよね。そしてそれを支えてくれた日本のファンの人たちもいて、だからやっぱりいろんなものをこう無限にされてるのが本当に悔しくって仕方ないですね。で、海外で愛されたこともそうだし、日本で一生懸命踏ん張って作った人たち、そしてそれを愛してきた人たちを台無しにするようなことは本当に悔しいし、声を上げていきたいなって。そう、分断になるじゃないですか、うん、やってることが、うん、もうすごく嫌です、うん、ね、もうすぐまた何回目かの7月18日来ちゃいますけど、うん、こんな時だからもう一回考えたいなって思います。あの、子供の頃ちょっと親が病気になってずっと親がいなかったんですよ、うんうん、その時に
すごい、この、まだご近所もとってもいい時代だったんですけど、私が親がいない寂しさを、私の親がいない10歳の娘が、親がいない寂しさをこう、癒してくれたのって、小説だったり、アニメだったり、うん、漫画だったりっていう、こう創作物だった。サブカルですよ、今でいうところの。うんうん、もうそれって、どう考えても、国のなんか何もしてくれなかったので、うん、もうここがなくなったら、私みたいにたまたま一人になっちゃってる子が救われないんじゃないかってすごい思って、うんうんうん、で少子化少子化って言ってるのに子供救われなかったら意味がないの で、うん、もうここに夢と希望と、うん、が絶対あるはずなので、そこはもう変な話、私の仕事潰れてもいいからそっちは絶対残さなきゃいけないっていうのもあります、思ってます、すごく、うん、えまりさんの仕事も潰しちゃダメですけどでもそういうのって結局子育てであったり、やっぱり忙しいお母さんお父さんも今ねみんな働いているから、そんな中で例えばアンパンマンであったりそういう動画を見せたり、はい、子供もそれで救われたりとか、いろいろ子育てとかそういうものにもつながっていくわけじゃないですか、そういうものって音楽であって情緒を育てたりとか、はい、だからなんか一つのことを一つインボイスであればインボイスだけではなくていろいろにつながっているので、やっぱり私たち一つ一つに意識がいったら膨張したり請願したりとかそういうことをにしていくっていうのはもう まっとうな権利というか私たちができることですよね、だと思います、うん、もうインボイスをきっかけですけど私は、うん、うちの町のことを知ろうと思いましたし、もっともっと、うんうん、もちろんインボイスはやめてほしいっていうのは絶対永遠に構わない、死ぬまでやめろって言い続けますけど、うん、そしてもしかしたらあの事務所に行った若者が中から変えていくかもしれませんね、はい、電子化にするんだったらパソコン使おうよとかそういうふうにして変わっていくんでしょうね、誰かの勇気とか一歩踏み出したことで、どこで何が起こるかって分かんないじゃないですか、今回のマルさんの大冒険でもたくさんの人が登場人物が出てきてそれぞれに議員さんたちも今までまあ自分たちでこれ書いてあるものやりゃいいやっていうのがそうじゃなくて、その向こうにちゃんと人の生活があるということを意識してくれればきっと街って変わっていくと思うんですよね、きっと、はい、だから一人でやるのもこういう、うん、先ほどあの言ってくださったように本当にロールプレイングゲームみたいで、うんうん、小さい町だったら一人でやっても、うん、誰かが助けてくれたりするからいろんなことが一人で分かって面白いです、うん、ちなみにうちの町って町の人人口全部で東京ドームがいっぱいにできないんですよ、そのぐらい小さい町なんですまあ助け合っていかないとね、そういうところはね特に、で今 SNS もあるから一人が怖かったら呼びかけてみたりとか、で、まあ、急に会ったりするとほら危険ですよ、危険なこともあるから、うん、まあ、ちょっとやり取りしてみたりとか、まあ、いろいろそういうことも一個ね、あとストップ、それこそストップとかを使ってもらったりとかもいいと思うんですよね、相談してもらって、そうですね、あの請願書を出してみたいっていう方でちょっとよくわからないっていう方は、うん、あの本当に DM いただければ、うん、協力できることはあると思いますので、うんうん、はい、そう、一人でも全然全然なんだかんだ言って困りませんでした、困ったら困りましたって言えば誰かがなんか知恵を貸してくれるんで、うん、すいません長くなっちゃって、いえいえありがとうございます、なんかちょっとした映画を見たような気分になりましたあの登場人物がすごかったんで一人が、うん、いや森谷議員には私も会いに行って握手したいぐらいいや本当ちょっと出演のオファーもしてたんですけどなかなかちょっと難しかったよ、うん、あのちょっと忙しくて、うんうん、あのいろんなことでそれは仕方がないなっていうのがあったんでお願いはしました、うんうん、でもまあお立場もあるしまたいつかチャンスがあれば、立場よりも今自分の身の回りで忙しいだけですそれはしょうがないよねっていう話だったんで、うんうんうん、なるほど、ただまあなんかいろいろと希望が見えたお話だったんじゃないでしょうか、うん、でいろんな多分地方議会でもちょっと参考になるようなお話が聞けたんじゃないかと思っております、うんうんうん、はい、はい、まあムカつく話もねいっぱい聞きますけれども、こういういい話もねあるからいいですよね、はい、うん、いや何よりも皆さんたちが動いていたことが最後の一押しなので、皆さんたちの動きがツイッターで一個も見られなか見えなかったり、私が触れられなかったら、ああありがとうございます。そう言っていただけ、言っていただけるとねえ、本当に励みになります。うん、はい。いや、こうやって仲間が増えていくっていうのが嬉しい、何より嬉しいですね。そうですね。ね、
どんどん、もう3月、10月始まって3月には、申告も、納税の申告も始まってくるので、それまでにはぜひとももっと声を広げて、最近だんだんメディアでも扱われるようになってきたので、そうですね、ますます盛り上げていけたらと思っております。はい、できれば9月中にね、止まってほしいですけどね。止めたいですけどね。そうですね。はい。うん、で、一応次週はですね、渋谷区関係のこともやってしまおうかと思っておりますので、また次週もよろしくお願いします。します。はい。もう大丈夫なんでしたっけ？もう OK？ それ。はい、はい、はい、大丈夫です、はい、というわけでどうしよう、もう言い残すことはまやさんとまるさん いかがでしょうか。私はいっぱい喋らせていただきました。みんな頑張りましょう。大丈夫です、一人でも。で、本会議の時つくば未来市行きますんで、やったみんなで盛り上げに行きましょう。はい、はい、いや本当に勇気をいただきました。で、まあ、嫌な思いすることもあるかもしれないけど、でも絶対にそれ以上に手に入れるものもあるし、勉強していくといろいろ知って自分も成長していけるし、仲間も、いや私さっき丸さんがおっしゃったようにいろいろ叩かれたりもしますけど、援護に回ってくださったり、いろんな方がデータ持ってきてくれたり守ってくれたりとか、本当に感謝しているし、こうやってなんかもう取り巻きになんかチヤホヤされてればいいじゃんみたいな嫌味言われたりするけど、決してそんな取り巻きじゃなくて、みんなやっぱり自分のことだし、仲間だったり違うことは違うって言ってるだけなので、そんな風に仲間もいるっていうことをいつも覚えていてほしいなって思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで本日のスペースは録音を残し後日 YouTube でもアップします。 Twitter のフォローや YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。オンライン署名もまだまだ集めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで本日はありがとうございました。ありがとうございました。柳沢議員もありがとうございました。丸さんもありがとうございました。聞いてくださった皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。